ジャマール・ジャーファル・ムハンマド・アリー・アール・イブラーヒーム、通称アブ・マフディ・アル・ムハンディスは、イラク人の政治家、軍司令官。死亡時には、イラクのシーアハブ総組織である、人民同員隊の副長を務めていた。彼が監督していた、軍事組織は、イラン・イスラム共和国のゴドス軍と、密接な関係があったことが報告されていた。 カタイブヒズボラの司令官でもあり、かつてはイランのイスラム革命防衛隊と共にイラクのサッタームフセイン政権と戦った経験もある。1980年代にはクウェートでテロリズムに関与した疑いが持たれていた。2007年には1983年クウェート爆破事件に関与した罪でクウェートの法廷での欠席裁判で死刑判決を受けていた。アルムハンディスは アメリカ合衆国からもテロリストに指定されていた。2020年1月3日、バグナード国際空港で、アメリカ軍の無人機攻撃を受け、イスラム革命防衛隊司令官、ガーセム・ソレーマーニー少将と共に爆殺された。ジャマール・ジャーファル・アール・イブラーヒームは、1954年7月1日、イラク・バスラ県のアブー・アル・ハスイブ地区に生まれた。父は、イラク人、母は、 イラン人だった。義士としての教育を受け、これを終えた1977年にシーア派でバーストー政権に反対するイスラームダーワ党に入った。1979年、ダーワ党の活動がサッターム・フセイン政権により禁止されると、ジャマールはイラン国境を越えてアフバーズに逃れた。ここにはイランがサッターム政権転覆を狙って、イラクの 反体制派の訓練を行う軍キャンプが置かれていた。1983年、ジャマールはイスラム革命防衛隊と共にイラン・イラク戦争でサッターム政権を支援する国のチュークウェート大使館を攻撃する活動を始めた。同年12月、アメリカとフランスのチュークウェート大使館が爆破される事件が起きたわずか数時間後にジャマールはイランへ逃れている。 後にジャマールは、この事件を計画した罪で、クウェートでの欠席裁判で、死刑判決を受けている。その後、ジャマールはイランに今日定め、イラン人女性と結婚し、イラン市民となった。後に彼は、ゴドス軍の顧問に就任し、彼の故郷のバスラに拠点を置く、イラク軍への対策について助言した。2003年に、アメリカがイラクに侵攻した際、彼はイラクに帰国し、 サッダーム政権崩壊後の新政権初代首相、イブラーヒーム・アル・ジャーファリの警備顧問となった。2005年、彼は、ダーワ島から、バービル県で、国民議会選挙に出馬し、当選した。しかし2006年もしくは2007年、アメリカ当局が彼の蘇生と1983年のテロ事件への関与に関づき、当時のイラク首相、ヌーリー・マーリキーに通報したため、ジャマールは再び、 イランへ逃れた。2011年12月に、アメリカ軍がイラクから撤収すると、彼は再び、イラクに帰還し、カタイブヒズボラの司令官と、人民同員隊の副長に就任した。2019年12月31日、アメリカ国務長官マイク・ポンテオは、アブーマフディアル・ムハンディスを、カイス・カザリー、ハディアル・アミリ・フェイヒ・アルファウェイと共に、 アメリカ大使館襲撃事件の責任者として名指しし、避難した。ガーセム・ソレーマーニーとアブーマフディ・ムハンディス。2017年、テヘランで行われたソレーマーニーの父親の記念式典にて、2020年1月3日、ムハンディスは、ガーセム・ソレーマーニーと共に、バグダード国際空港付近で、アメリカ軍の攻撃を受け殺害された。アブーマフディ・アル・ムハンディスは、 現地時間2020年1月3日午前1時ごろ、バグダード国際空港近くでガーセム・ソレーマーニーを狙ったアメリカ軍ドローンのミサイル攻撃を受け、殺害された。65歳没。1月4日、アブーマフディアルムハンディスト・ソレーマーニーの葬式が、バグダードで執り行われた。数千人が参列し、イラク国旗とカター・イブ・ヒズボラの旗を振り、アメリカに死を、 イスラエルに死をと叫んだ。行列は、カーツイミー・ヤムスクから伸び、葬式にはイラク首相アーディル、アブドゥル・マフディーや、イランの支援を受ける武装組織の司令官たちも参列した。二人の遺体はシーア派の聖地ナジャフとカルバラに移され、葬礼が行われた。その後、ムハンディスの遺体は、DNA 検査を受けるためイランに移送された。ありがとうございます。